ジェームズ・エドウィン・キャンベルジェームズ・エドウィン・キャンベルはアメリカ合衆国オハイオ州の民主党の政治家。第38代オハイオ州知事。キャンベルはオハイオ州ミドルタウンで生まれ、そこで公立学校とマイアミ大学に通った。南北戦争時はミシシッピー・リバースカドド連の一員として北軍にいた。ジェームズ・キャンベルは1865年に弁護士になり2年後に、 オハイオ州ハミルトンで開業した。1876年から1880年まで、オハイオ州バトラー軍で検事をした後、キャンベルは民主党として連邦会院議員に、オハイオ州の第7選挙区から2度、オハイオ州の 第3選挙区から一度選ばれ、1884年から1889年まで議員を務めた。第49議会では、会員コミュニティ、オンアルコホリックリカートラフィックの委員長であった。その後、キャンベルは、オハイオ知事に当選し、1890年から1892年まで、務める。1891年には、 後の大統領イリアム・マッキンリーに敗れ再選を果たせなかった。1895年の3度目の出馬の際も落選した。政治への意欲を失わずに、キャンベルは1892年、1920年、1924年の民主党大会への代表にもなる。1908年から1911年まで、オハイオ州の法律をまとめる仕事をした。 1892年にキャンベルはオハイオ州コロンバスで弁護士業を再開し、そこで1924年に死去。ジェームズ・エドウィン・キャンベルはグリーンローン墓地に埋葬された。ありがとうございます。